こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。青月カンナです。さて、先月の高コスパ PC 動画もたくさんのご視聴ありがとうございました。割と先月のタイミングで組んだ。っていう方をコメントでも見かけましたね。やっぱり円安が進んでるってこともあって、いつパーツが高騰してもおかしくないとは言われてますからね。組みたい時が組み時だとは思います。で、ちなみについこの前、ずっと前から話題にしていた CPU、Ryzen 3 4100と Ryzen 5 4500が出ましたが、いかんせん時期が悪い印象。でも、Ryzen 5が 17,200 円、Ryzen 3が 14,200 円って悪くないというか、特に、Ryzen 5はめっちゃ安くないですか？確かに悪くはないんですが、私の中では出ると言われて散々延期みたいになってたのも、印象を悪くしちゃった感があります。とまあ一旦この話はこの辺にしておきまして、今月も早速コスパ PC 企画をやっていきたいと思うのですが、最初は無難に CPU と GPU の先月の比較を交えつつ、たまには世間の売れ筋チェックなんて意味も込めまして、ケースとかメモリ、電源とかで、何が売れてるのかをランキングで見ながら、構成を考えていけたらと思います。ってことで、まずは恒例の CPU の価格変化ですが。すみませんね、ちょっと見づらかったんで一瞬裏に隠れます。まず左が6月の時の価格で、右が今月7月の価格。あれ、全体的に、ちょっと値上げが目立ちません。そうなんだよね。インテル、AMD ともにこの6月から7月にかけて、割と CPU の価格は上昇したものが多いんです。例えばですが、売れ筋上位の i5-12400F に関しては、6月からちょうど1000円高くなってます。他にもインテル系だと i7-12700 に関しても、1400円ほど値上げ。小さいですがパーツ数を積み重ねたら結構変わりますよね。AMD さんに関しては、インテルさんほどは上がっていないですかね。むしろ安くなった製品もあるような。そうそう。例えば Ryzen 5 5600X は1000円弱値上がりですが、Ryzen 5 5600G はむしろ500円くらいだけど、安くなってるんだよね。ただ、我らがコスパ CPU くんはなんとほぼ値動きなし。もちろん i3-12100F くんのことですな。なんかこの子がいる限り、最高コスパの座は、不動な気がしてきちゃいますね。ってことで、7月の CPU 価格を見たんですが、まあやっぱコスパで組むなら i3-12100F かな。時々コメントでどうせ i3 一緒っていうのを見かけるんですが、これマジで侮るなかれなんですよ。これ、i3-12100F と、中世代の i7-1700 の比較ですが、当然コア数が倍なのでマルチは負けてますが、シングルはぶっちぎり。コア数が半分なのにもかかわらずマルチスコアも 70% に迫るほど。いやマジでこれが i3 を名乗ってるのが驚きなほどすごいですよ。ってことで、今回はいつもの i3-12100F を選びます。どうせグラボを積むので F 付きで OK です。で、次はマザーと行きたいところなんですが、いつもは Amazon で B660 チップセットでサクッと選んじゃうんですが、今回はおまけとして、マザーの売れ筋ランキングも見てみました。チップセット問わず、インテルと AMD 混同でのランキングなのですが。上位がほぼ B660 なのがすごい。いやマジでそれなんですよね。マザーの売り上げ上位がこれだけ B660 だらけになるって、12世代インテルマジで売れてるんだな。で、これが私がいつも動画でおすすめしてるマザーですね。今月のお値段は13,045円、先月は12,700円だったので、300円ほど値上げ。うん、やっぱり、細かい値上げがされてますね。と入っても、これでも B660 の中ではかなり手が出しやすいお値段で、エントリーモデルとしてはいいのかなと思います。ちなみに見てくださった視聴者さんの中でこれで i7 動かしてるって方がいました。12世代 i7 結構電力食うんですが、いけるもんですなぁ。ってことで、CPU、マザーと来たので次は電源。電源の売れ筋ランキングです。こうやって改めてみると、電源の売れ筋の容量って意外と 750W とかでかいやつが多いんですよね。確かに、ランキング5位までは全て 750W 以上ですね。これ一回アンケートとかで聞いてみたいな。自作の電源容量はどのくらいを使ってますかっての。ただ私はコスパ PC の電源に関してですが、ぶっちゃけ 650W でも十分すぎると思っています。i3 だし、グラボもそんなにハイエンドにしないし。
ってことでいつもの電源。クロート志向さんの 650W セミプラグインをチョイス。ちなみにこれ、先月の価格は7035円。700円も値上がり。7000円に対する700円って1割の値上げじゃないですか。結構な上昇ですね。こういうパーツ一個一個の値上がりの積み重ねが痛いですよね。まあ、合計金額での先月からの変化は最後に出しますね。で、次はメモリ。メモリはランキングとかあまり関係ないので、普通にAmazonでお手頃なやつをチョイスします。って言っても、結局一番お手頃なのはいつも選んでるクレブさんのやつに落ち着いちゃいますよね。あ、そうそう。時々コメントでゲーミング PC にはヒートシンク付きメモリが良いのか?っていうご質問をいただくんですが、これ実際どうなんですかね。まあゲーミングだろうとなかろうと、メモリの発熱って私が知る限りそんなに大きいものじゃないはずで、私も長年動画編集をしていますが、いつもクルーシャルさんの裸のメモリを使ってますが、熱でどうこう、みたいな経験って一回もないんですよね。でもデザインは、かっこよくなりますよね。まあ重要なのはそこでしょうな。多分、よっぽどケース内が高温になるとかじゃない限り、私はヒートシンクはデザインだと思ってます。ってことでメモリはクレブさんの 8GB が2枚のいつものやつをチョイス。先月の価格は変わらず6750円ですが、先月は150円オフクーポンがあったみたい。まあ、クーポンは時期的な問題なので、値上がりしていないだけマシって感じですね。変わらぬ価格であり続けてほしい。では次、ストレージ。検索条件はいつもの通り、コスパで組むので最初は C ドライブにある程度ゲームを入れることも見越して 500GB で選びます。まあでも一応これから組む人向けのアドバイスとしましては、次に予算ができたら外付け SSD などにゲームは移動をおすすめします。っていうのはなぜですか?簡単に言うと、OS の入ってる C ドライブをゲームとかであまり多く読み書きしちゃうと、寿命も早く来ちゃうし、容量が少なくなると動作が不安定になるからですな。なるほど確かに。ってことで、これもいつもの M.2 が一番お手頃なのですが、クルーシャルさんの NVMe 対応 M.2 P1 シリーズをチョイス。お値段は5999円で、先月の価格も変わらず5999円でした。メモリや SSD は、あまり値上がりしていない感じなんですね。もしかすると結構国内に在庫があるのかもしれませんね。円安なんで、次海外から入ってくる時に値上がる。みたいな感じかな?ではグラボは最後に回すとして、基本的なパーツでは最後、ケースを選んでいきたいと思うんですが。ケースは価格 .com でランキングを見たんですが、なんかすっげえ安く売られてるケースがあるんですよね。ドスパラさんのやつとか。メーカーエナーマックスさんで、白色のケースが3800円ってやばいですね。ただレビューは価格相応って感じのお声が多かった印象ですね。いつも選んでるバーサ H26 は3位にランクインしてますね。ケースは、上位3つを見ると、お安く済ませたい、っていうニーズが強そうな感じですね。結構長いこと自作やら PC いじりをした私のあくまで主観になるんですが、PC ケースって思ったよりも消耗品なんですよね。よっぽど作りの良い星の金属とかそういうのを除いてですが、ホコリにまみれたり、結局ファンが壊れて買えないといけないとか、時代に合わせた拡張ポートとかを見ると、実は3から5年くらいで買えるものなのかなと。って考えると、安いケースを3年使ってケースごと買い替えついでに掃除しちゃう。みたいな使い方をしてる方も多いんじゃないかなって思うんですよね。まあ、あとは、デザインの好みをどこまで突き詰めるかって感じですよね。ですな。ってことでケースもいつものやつにはなりますが、サーマルテイクさんのバーサ H26 をチョイス。価格は4652円で、先月は4525円。約100円の値上がりといったところでしょうか。ここまでに値下がりしたパーツがないってのが悲しい。今までは多少なりとも上がったものもあれば、クーポンでちょっとだけ安くなったとかもあったんですがね。ってことで、グラボに行く前にここまでの基本構成で先月と比較しますと、先月は CPU を i5 に設定したので、それ以外のパーツ価格で比べますが、マザーボードは12700円が13045円になり345円の値上がり。メモリとストレージはそれぞれ6750円と5999円が6月と変わらず、電源に関しては7035円が7717円に値上がり。
最後にケースは4525円が4652円となり、127円の値上がりということで、合計としてはパーツ全体で1154円の値上がりって感じですね。うん。地味だけど上がってるってのが悲しい。まあまだ挽回できますよ。こっからグラボを見ていくので、グラボが1000円以上安くなってくれてれば OK ですということで。CPU と同じく左が6月、右が7月頭での価格です。お、結構安くなってるのあるじゃないですか。なんか Twitter とかで聞いた話だと、ハイエンド帯を中心に、かなり安くなっていると聞いていましたが、実際見てみると。確かにこの ASUS さんの RTX3080 なんか、1万6000円くらい安くなってますね。まだグラボの値下がりって続いてるんですなぁ。ちなみに他にも RTX3070 も4000円下がっていたりします。ハイエンドになればなるほど、値下がりが大きい感じですね。ちなみにこの企画で取り扱うグレードのグラボとしましては、GTX1660 スーパーが3000円くらい下がってたりします。割とでかい。ってことで、今月入門用コスパでグラボを3つほど選ぶならということですが、まず1つは今話した GTX1660 スーパーかなと思います。ぶっちゃけこれは Amazon ではあまり安くないので、価格 .com で最安値の店舗で探した方がいいかも。もう1つのおすすめは、以前動画にもした RX6500XT ですね。性能で見ると若干 GTX1660 スーパーの方が高い感じではありますが、その分数千円安いので、選択肢としてなしではないかな。ただ、エンコード周りが弱かったり、画面出力が2系統なので、予算を出せるなら GTX1660 スーパーのがコスパはいいかも。どちらを選んだとしても、他のパーツ価格が5万2000円くらいなので、8万円以下くらいでは組める計算になりますね。かなり安く組めるようになりましたよね。グラボ安くなったのってマジで自作への影響が大きいんだと痛感しますよ。OS ライセンスを入れても10万切るくらいにはできそうなので、マジで6月7月と自作がしやすい時期なんじゃないかと感じますね。ってことで、基本的な構成はこの辺にして、最後におまけパートみたいなもんですが、CPU クーラーのおすすめも教えてほしいって声があったので、最後に検討してみます。Amazon で各社の LGA1700 対応のクーラーで検索をしたんですが、私が使用した感想を聞いたことがある製品としまして、このディープクールさんの AK400 ってクーラーは友人が使って良いって言ってました。ちなみに i7-12700 で使ってるとのことで、ゲーム時で60度から70度くらいとのこと。割と発熱する12700で、それは結構優秀っぽいですね。なんか最近ディープクールさんのサイドフロー評判いいよね。私もこれ使ってみたいと思ってるんですよ。ってことで、何かおすすめを、ということであれば、i7-12700 を冷やしてる友人がいるので i5 や i3 なら十分じゃないかと思います。ってことで、今月はランキングを中心にしながら、先月との比較も交え、PC 構成を考えてみたという内容でございました。今回紹介した製品は概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味があればぜひ合わせてチェックしてみてくださいませ。じゃあ今日の動画はこの辺で。カンナちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。